で、ちょっと見たい。ちょっと見たい。まあいいや。ちょっと見たいな。ジャンバラヤか？うわ、めっちゃ腹減るな。やんちゃガーリックチキン鉄板。あ、俺ね、最近これ買ったの。鉄板。これ。この茶色い木の板と鉄板。これ。最近買ったんだよ。これ作ろうかな。香ばしいガーリックをふんだんに乗せたワンプレートか。うまそうだな。ちゃんとこれ、カリカリのガーリックっすよね、これね。まあ、多分、うまとまのソース作って、ガーリック上に乗せて。で、これ、この卵作るの大変なんだよな。あれないとダメなんだよ。この銀色の輪っかのやつ。うん。ガーリックチキン鉄板ピラフ。お、いいっすね。お、何これ、もう。これチーズ嫌いな俺でも、ピザは最近食べるようになってきて美味しそうだなと思うわ。新生極み3種のキノコと炙り生ハムのピザだそうです。ビターソースビーフハンバーグ。これソースがチャコールでいいね。ビターだね。腹減ったね。デュクセルチキン、うん、でインターネットサーフィン待つっていうのはまずデュクセルって何って、うん、デュクセルの意味も調べよう。みんなで知ってますか皆さん。その知らないでしょ多分。デュクセルって上に書いてある。デュクセルソースは、4種のキノコの旨味を凝縮したオニオン、白ワイン、チーズなどで煮込んだ濃厚ソースのことをデュクセルソースってらしいわ、うん、デュクセル自家製生パスタ。だキノコ推しなんだろうな。あ、これだ。ネギトロ丼な。うん。このネギトロ系は、マジでどこで食べても同じっすよね。だからこれ褒め言葉なんですけど、多分、どこだ？出てこないんですけど、夢庵とか、まあ、あとは松屋とかもそうでしたっけ？あるっけ松屋。吉野家にあったっけ？うん。すき家か。これ標準化されてるよね。これがやっぱりノーマライゼーション。うん、全人間的復権というか、全人類的復権。どこで食べても。いや、これまた違うか。ユニバーサルデザインか。すいません。ユニバーサルデザイン。どこで食べても同じものが食べれる。ハニーマスタード。トウモロコシのポテト。今さ、ちょうど動画撮ったのがさ、皆さんあれ知ってる？あれっつっても分かんないですよね。これこれキャンベル、うん、これ買う？キャンベル。皆さんコンポタとかこれクリームトマト、クラムチャウダー、クリームパンプキン、これ買わない。あ、これ前言ったっけ？俺これ言ったっけ？俺結構好きだよ、これ。冬になったら絶対クラムチャウダーとか、コーンポタ買ったりとか、ミネストローネ買ったりするんだけど、ただアレンジしていつも作ってたんで、ちょっとこれらをね、3缶ぐらい買って、食卓で俺流アレンジやろうかなって思ってるんですよね。これ食ったことないですけどね、クリームチキンスープと、クリームパンプキンは食べたことない。大体売ってるのはこの3つだよね。クラムチャウダー、ミネストローネ、コーンポタ。この3つはどのスーパーでも売ってると思うわ。うん、そう、これマジうまいっすよね。まあ、ちょっと高めなんだけどね。これいくらすんだっけ。350円ぐらいだっけ。あ、書いてないな。これ大体ちょっと高いんだよ。オンラインショップ行ったら分かるかと思うけど、俺がアマゾン、あ、よかった。アマゾン行くからよかった。4巻で1540円だから、やっぱ350円ぐらいですね。やっぱね。うん。やっぱ350円。で、2人前ですね。2人前です。あ、そう、牛乳も一緒だからね。